エイブラハム・トレンブリー1744年の著書中のヒドラの図、アブラハム・トランブレーは、スイスの博物学者である。司法動物のヒドラの再生実験を行ったことで知られる。フランス系で、ジュネーブの役人の家に生まれた。カルバン派の学猟に学び、オランダのハーグの貴族の家に、会計試験家庭教師として勤めた。 貴族の邸宅の庭を流れる水路で見つけたヒドラを研究した。固着して生活するヒドラは植物であるか動物であるかの議論の回答を見つけるためにヒドラを切り刻んで再生するかの実験を行った。ヒドラの高い再生能力について報告を行い1743年にロンドン王立協会のフェローに選出され同年コップリメダルを受賞した。 1744年に、著書メモアーズ・ポア・セルビル・アリスト・ワール・ D、ウン・ジャンルでポリプス・ド・デュースを出版し、1791にドイツ語に翻訳されオペ・ハンド・ランゲン、ツワゲシ・ヒテアイナー・ポリペナート・デ・ズーシンはサーズとして、出版された。トランブレーは、ヒドラが移動可能であり、走行性のあることを発見し、親の体から、子供が出芽することによって増えることを発見した。 ありがとうございます。